シャル、いつか帰らせてもらうのは変わらないんだから気にしないで。約束が果たされる時までそこの傷だらけの王様を監視していないといけないしね。本当にいいの？いいのよ。これはあなたのためとかじゃなくて完全に私のため。あ、だからといっていつまでもあなたと一緒にいたいとかじゃないんだから、そこのところ誤解しないでよね。それでも一緒にいられるのは嬉しいわ。店に来い。なんなら私の嫁にしてもいい。さらばだ、私の愛しい妹。次は交渉の場で会おう。急ぐぞ皆の者、西方に出遅れるな。オーリな、機会めったにないんだから、そりゃ集まるでしょうよ。さっきオーリも来て、あ、古傷が痛む。どこ？辛いなら休んでいた方が。なに、愛しの妃が他の男を熱く見つめていて胸が痛んだだけだ。そんな冗談が言えるのなら平気ね。結構本気だが、オーリ殿と違い俺は皆に守られていただけの格好悪い王だ。嫉妬するなという方が無理だろう。格好いいじゃない、みんなに守られる王だなんてそうそういないわよ。それに私、あなたのそういう人間臭いところが好きなの。そうなのか？だから2年間ずっとそう言ってるじゃない。あんまり疑うと殴るわよ。お前になら殴られてもいい。何度も言うけど、私はあなたがどんな当夜だろうが大好きなんだから。
大好きよ、トウヤ。あなたが大好き。だから、一緒に生きていきましょう。トウヤでなくてもいいのか。バカね。全部含めてトウヤじゃない。今までだってきっと、あなたは仮面なんてかぶっていなかったのよ。あのトウヤになろうと努力したあなたも、その向こうにあったあなたも、全部私は愛しい。ではこれからも俺の妃でいてくれるか。他に行くべき場所があるのなら教えてほしいくらいだわ。そうか。幸せになれとか言ったくせに。他の男のところに行きたいのか。行ったらどうする？狂うだろうな。だから今はそうならないよう努力している。随分と素直になったのね。お前が俺の全てを愛すると言ったから、無理をしないことに決めたのだ。ところで、古傷は本当に痛まないの？ああ、もう全く痛まない。じゃあこの間のは何だったのよ。今まで休みなく働いていたのだから、あのくらいの仮病は許されて叱るべきだ。心配してたウルが泣くわよ。ウルはそのくらい気がついている。え、そうなの？いやはや、かいがいしく看病をしてくれるお前は本当に愛らしかった。素直というか腹黒い。すべて愛してくれるのだろう。愛する。約束してくれるのなら。何をだ。狂う前にちゃんと言って。前みたいに抱え込んだら許さないんだから。承知した。本当に？ああ。俺の顔まるで骨抜きね。それは少し間違った表現だ。どう間違ってるの？すでに骨の髄まで溶けている。
旧姓の花でもあるのに、七子のままではかわいそうだろう。だから今日この日の再出発を忘れないためにも新たな名をつけようと思ってな。へえ、どんな名前？バヤル。それダメか？なるほど。予想外の反応だな。だってそれじゃあ最初の約束を叶えてくれたみたいだなと思ったの。最初？陛下、今日発表されるこの花の名前を教えていただきたいとノール様がおっしゃられています。ああ、この花の名は